里崎チャンネル。じゃ、こんにちは。なんか佐藤さん今日ゲームするそうですね。はい、プロスペースの、はい、今 OB ガチャ、はい、第2弾 2019OB 第2弾期間限定で、まあ、ロッテでは僕が登場してるんですけど、はい、まあ、僕プロスペースのこの前大会のイベントにも出させてもらったんですよ、はい、東京ドームの前の、イベントホールで、はい、で斉藤和美と対決したりとかして非常に楽しかったんですけど、はい、と、やっとこの時期ロッテで僕 の、はい、そのガチャが当たるのが出てですね、はい、今ここにあるんですけど、まあ、要は DeNA は今山崎武史さんです、はい、でロッテが僕でファイターズが田中幸雄さん、うん、でオリックスが箕田さん、はい、阪急の時ですね、うん、で西武が豊田さん、はい、抑え守護神でソフトバンクが南海ホークス時代の門田さん、うん、でジャイアンツが長嶋茂雄さんです、でベイスターズが遠藤さん、はい、で阪神が新庄さん、はい、でカープが外小馬さん、うん、で中日が権藤さん、うん、でヤクルトが若松さん、はい、え、俺欲しいかこれちょっとあれ、おだ、え、小波さん、はい、このメンツで僕で大丈夫ですかロッテ村津ジョージさんとか、はい、有藤さんとかじゃなくてよかったですか。そうか、長嶋茂雄さんもありだったらそっちまで遡ってもいいわけですね。はい、だから僕と現役で戦ってた人って言えば豊田さんと幸雄さんと山崎武史さん、まあ、新庄さん、え、はい、大丈夫ですかこれでも、はい、やっぱり僕もね、このスペースやってるんですよ、はい、で、今日はですねガチャを、はい、10連ガチャ引きたいと思います。佐々木智也が佐々木智也を引けるのかっていうのおでも、はい、一番欲しいのはやっぱ長嶋さんですよね。そうなんです。え、待ってください、これ10連ガチャじゃないですか、10回引けるってことですよね、はい、で今こう誰誰って球団12球団言ったじゃないですか、はい、12球団のじゃあその12人中10人ももらえちゃうってことですか。いやいや、S は1個か10連2個しか当たんない。あ、なるほど。1個は確実に絶対当たるんです、誰かの、はい、でも2個当たったらいい方です。おお、なるほど、はいはい、じゃあこの中でまあ1人か2人は当たれると。だこれも S が一番いいので、あと ABCD とかでランクがあって、はい、C は上限、 C までの上限しかないんですよ、はい、だからやっぱ S 引いてが一番大事なんですよ、はい、グレードがあるんで、うん、やっぱ S 引かないと。おお、やっぱ同じ人でも、はい、D とかじゃやっぱちょっときついんで、うん、今から引きます。わかりました、はい、いや 俺か中嶋さん、はい、いやいや、加藤さんとかも他の人も申し訳ないですけど、いやもうみんなレジェンドですからね、はい、でもやっぱミスターがトップじゃないですか。はい、はい、そうですね、はい、それではいきます。はい、ほん、うわっ、うわ、ちょっと薄い、あれが胴上げとかない、ガラス割ってくれ、ガラス割ってくれ。ここで関係あるんですか。はい、関係あります。ガラス割ってくれ。ああ、ガラス割れへんし。お、清宮幸太郎、はい、ビアドレイバードヒ島内門田さん、あの B ランク、 B 中井、おお俺でも B やね、引けたけど違うで、大瀬良ワンボール、来た来た、田中幸雄さんの、しかも S ないじゃないですか。 S なかった。でもこれ10人の中に佐藤さん入ってんのすごくないですか。まあまあそうですね、うん、そういうよね、まあ B ですけどね。だってこれ現役選手もいっぱい出てくるんですよね。はい、だからまあレジェンドは僕と加藤さんと幸雄さんですね。はい、まあまあ加藤さん入ってた、まあそうですね、うん、まあまあ、まあ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 いいでしょ、まあ早くだからね、はい、いいじゃないですか、そんな簡単に当たんないですよね、はい、だって育てられるんですよねこれ。そうです、 B の限界までね、はい、そうか、 B の限界までしか育てられないのか。そうです、そうです。なるほど。でこれをね、もっとするんだったら購入してポイント貯めて、はい、まあ、引いていけばいいんですけど、はい、まあ皆さんもね、やってみてください。僕は自分は B しか引けなかったんですけど、はい、でもじゃあここから、はい、ちょっと僕の数値見てみましょう。はい、ちなみに長嶋さんは
ミート A、パワー A、総力 B です。総力 B なんですか。はい、でもパワー A、うん、はい。で山崎さんはミート C、パワー A、総力 D です。うん、じゃあ俺ちょっと見てみよう。はい、うん、何ミート C、パワー B、総力 D。 いやいやいや、えなんかちょっとあれですね。え、A 一個もなくないですか。そうっすね。はい、え、待って、これは俺コーナーに結構仕事してるよ。うん、もうちょっと。え、これ B ランクのじゃなくて、 B ランクの佐藤さんじゃなくて。いや、最強の僕です。え、最強の佐藤さんがミート C。 はい、え、なんなら総力 D。 まあ総力はいいですよ。総力は D でいいですよ。総力は B とか、それはもうちょっとおこがましすぎるっすよ。え、待って、総力って、あ、総力ってそかそか走る力ですもんね。総合力と思っちゃった。総合力 D だったら、もう会社行きますよ。ちょっと電話しますよ。総合力 D ってめちゃめちゃ下に見られてるじゃんってちょっと思うじゃんね。あ、走る方ですね。守備も、守備 B、守備 A にしてくれたらもういいですけどね。そうですね。だって1000試合以上出場で、はい、僕一番パスボール少ないんですよ。うん、あ、そうなんですか。盗塁阻止率4割も取ったことありますし、はい、でも打球高弾道です。高弾道ってことはホームランで安いんですよ。はい、へえ。あ、でも田中幸雄さんもパワー B やもん。ゆきおさんでパワー B だったら、もうそれは俺も B はそれは仕方ないな。これね、はい、B 少ないなと思うじゃないですか、はい、でも人とのと比べると、まあ仕方ないなって思っちゃうところが。そうなんですね、はい、でもちょっと1個 A 欲しかったですね。 A 欲しかったっすね。はい、まあ、でもオール A の人なんていないんじゃないですか、そう考えたら。はい、新庄さんも B ですからね。あ、本当全部 B だ、はい、ミートも。まあそう考えたらね、そんな感じかな。なんか今すごいですね、自分を納得させてません。どれどれも佐藤さん、人と比べちゃダメですよ。いやゲームの数値は人と比べるでしょ。そうですか。でもね、守備だけを A にしてほしかったですね。そうですね、はい、守備 B なんですよ。まあ、そっか、はい、本当だ、守備 B ですね、はい、じゃあ誰が守備キャッチャーで A なんですか。いや、それ古田さんとかじゃないですか。でも A の中でも数字があるんで、はい、うん、古田さんと同じ数字じゃなくてもいいですけど、はい、ね、はい、どうなんですか、これは好みの方は何でこうランクつけてるんですかね。それもあれじゃないですか、あの印象、印象じゃないですか。雰囲気じゃないですか。雰囲気ですかね。いやー、これのおじさん、今回はいいんで、はい、次回でいいんで、はい、あの欲は言わないんですよ、うん、あの守備だけちょっと A にしてもらえないですかね。あの僕も結構あのコナミさんお仕事してるじゃないですか。あのプロスピエースをね、全国大会も行きましたし、あのプロスピのね、斉藤和美との勝負の動画とかも撮りましたしね、あのまあコナミさんで言えばですね、あのパワープロのイエスベースボール解説とか行かせてもらったりはい、してますしね、うん、あの結構仕事してるじゃないですか、はい、いや、ただ仕事してるかと現役時代のプレーは全く関係ないですからね。いや、まあそうですけど、はい、でも B をちょっと A にするぐらいでいいじゃないですか、うん、いやこれそんな言ってないですよ、他何も。いや、これどうなんですか、 B と C も、はい、それはもうあの規定打席到達しないで3割打ったことありますけど、はい、規定打席到達3割打ってないんで、まあまあそれはまあ仕方ないですよね、はい、で、パワーも B、しかもだって田中幸雄さんが B やないから、はい、B でいいですよね、はい、で、総力の D は、それはもうそれ C とか B とかそんなおこがましく言えないですよね。ああ、そうです、走る方ですね。遅いんで、うん、はい、で、高弾道、まあね、ついてる、はい、それはもうそこはもういいです、はい、守備の B だけは直してください。いやいや、でもこれあれですよ、もう引退した選手にもうつけちゃってるわけじゃないですか、はい、これ変えていいんですか、好みは。だから次のやつで、次のやつで、はい、あ、まだあると思うんですよ、来年バージョンが、はい、はい、その時でいいんで、これあのもうプレーを今からすることはないじゃないですか。ないじゃないですか。で、来年変わってたら、あの、あ、ジュース、じゃあ多分あれですよ、あのもう一回精査したんじゃないですか、あ、もう一回会議をして、そう、精査してみた結果、はい、いや、これおかしいぞと、はい、やっぱええやなと、うん、別に佐藤美が言ってるからとかじゃないよ、これ精査した結果、はい、これやっぱり A に値するな、はい、じゃあ A、 ちょっと
って言ったら別に関係ないじゃないですか。まあそうですね、はい、ただねでもって言ったら、はいはい、ここで演じてくださいっつって、はい、そこ影響力ありますそこで見てるかもしれないじゃないですか見てる、そうですかね。だもしかして来年 A になってたらこの動画見てる可能性ありますね。いやありがたいですね。そしたらパナムさん、サザエチャンネルでコラボしませんか。いいですね。